人気アイドルグループ乃木坂46の堀未央奈が23日発売のアイドル誌アップボーイボリューム301ワニブックスに登場。アイドルとして同誌ラストグラビアでミニスカートから輝くような美脚を披露した。堀は乃木坂46の2期生としてデビューしてから約8年、3月28日に配信で行われるナインスイヤーバースデーライブ2期生ライブでグループから卒業。これからは一人の表現者として挑戦していく門出にあたり、同誌はアイドルの今だからこそできる、ただひたすらに美しい堀未央奈を撮ると企画にたどり着いた。美しい13ページのグラビアにはインタビューも掲載。4期生に堀未央奈推しを公言する後輩が増えてきたことについて、そうやって慕ってくれる後輩が出てきてくれたことには感謝しかないし、本当に嬉しいです。乃木坂46に入った時、このグループに何かを残せる人間になろうっていう目標があったんです。今そういう風に言ってくれる後輩が出てきたというのは、ある意味その目標が達成できたのかなっていう手応えがありますと喜んだ。同期に対して、私が卒業しても2期生は2期生らしく、それぞれに輝いていってほしいなと思うし、そんな彼女たちの姿を私もいい刺激にさせてもらって、私らしく頑張りたいなと思っていますとメッセージを送る。私の好きな言葉に、一人で咲くよりもたくさんで咲いた方がいいというのがあって。本当に2期生のことが大好きだけど、なかなか一緒に咲くことができなかった。でも、別々の場所でそれぞれに咲けたらそれはそれで最高じゃないかって。卒業となる2期生ライブに向けての思いも語った。ライブの当日は、2期生が8年前、乃木坂46に入ったデビュー記念日なんです。私の卒業ライブではあるけれども、それ以上に2期生にとっての記念のライブだという気持ちが、私は強いです。2期なって良くも悪くも個性が様々でまとまりがないっていうイメージがあるかもですが、1期生さんに憧れて背中を追ってきたからこその団結力だったり絆の深さってあるんだなって改めて実感をしていて、2期生が息を合わせて咲いている、そんな姿を当日見てもらえたらって思いますと呼びかけた。